1番のブーゲンビリア最高峰です。第4コーナーから直線コースに入りました。先頭は3番のマラムコーブ、マラムコーブ先頭、1馬身リード、外からは5番のハイレリーフ、さらに外から8番スマートイミネンス、間を割って7番のコスモサンレミ、最内からは6番のエコロキングも追い込んで、大外からは18番のエスタンピージャも追い込んで、横に広がって、さらには12番ナイオローズ、激戦でゴール。グランチェイサーも差を詰めようとして4コーナーのカーブに向かっていきます。あるいは外からグイグイとウッドアーズゴールドが上がってきて中段まで進出。4コーナーカーブから直線コースに向かいました。横に広がっていますが、間からわずかにグレートゲイナー、わずかに先頭で残り200を切って1馬身差を広げにかかります。1番の獅子王が2番手に上がってくるか、おお外から一気に18番のオシリスブレイン、2番手から一気に先頭に迫ってくるか、11番グレートゲイナー、オシリスブレイン並んでかわしたか、ゴール。ナイオローズ激戦でゴール。オシリスレイン並んでかわしたかゴール。